現在行われておりますのは女子ジュニア 2km 個人パーシュート予選第2組最終日です。電光掲示板にはそれぞれ通過タイムが予想掲示されておりますが、現在のところのトップ浅田聖奈さんの2分53秒293に対してどれぐらいのタイム差があるかというのが一番目立っていているものです。この種目女子ジュニアの 2km パーシュートの日本記録は今月行われました JOC ジュニアオリンピックカップ